どうも西田渉です。本日なんですけども、こちらのカメラですね、じゃんとソニーの FX13 ですよね。こちらのカメラ、届きましたのでね、購入しました。なので早速開封していこうかなと思っております。あとは今ね収録しているのは α7M4 ということで、後ほどこちらをね、セットアップして差し替えてね、 α7M4 とこちらの FX30、 もちろんフルサイズでこちら 7K オーバーサンプリング 4K、 僕は420の 8bit でこれ収録しております。 4K30p で、レンズは FE の PZ1635F4 ってことでございますので、まあ、こちらを購入した理由や、そしてこの絵ですよね、 α7M4 とほぼ同じセッティングをして、どのぐらい違いが出るかっていうところもね、後ほどご覧いただこうかなと思っておりますので、楽しみにしてみてください。結構 FX シリーズ簡素な箱ですよね。何かこう、まあ、ぶっちゃけなんか 安そうな箱ですね。なんかこのまあサステナブルな感じなんですかね、どうなんだろう。まあもうちょっと例えばソニーアルファとオレンジで統一されてますが、FX シリーズはこの茶っぽいというか、で最近のトレンドですね、このサステナブル系の、環境に配慮したっていう、ソニーのものですね。まあこの辺のペラとかが入ってて、保証書ペラ類が入って、これが USB-AC ですね。 USB-AC が入ってます、この上の部分にね。で開けまして、まあ、大体最近のソニーはめっちゃシンプルですよね。例えばですが、ここ中こんななってるんですけど、じゃあここに何が入ってるんだって開けたら何も入っていないっていう、多分なんですけども、ここも多分何も入っていないレベル、多分なんですが、僕今回、FX30 のボディ単体だけ買ったんですよね。で、このハンドヘルドっていうんですかね、この握る部分と上につくオーディオインターフェースは買ってないんですよ。なんで、まあ、そこを単体だけ買った理由も解説しますが、おそらく箱は統一していて、多分こことかにそこのハンドヘルドのものがとかオーディオインターフェースがここに入る予定なんでしょうね。なので同じ箱を統一していると。ただ今回 FX30 に関しては値段がめちゃくちゃ安いので、逆にこういった形で、値段を落とす コストを落とす努力をこのソニーがしているっていうこと自体に逆に敬意を表したいなっていうふうには思ってます。最近はこんな感じですよね。紙類というか、紙なのか布なのかっていうね、電源が入ってます。まあ、まあ使わないのでね、基本的には使わないので、これはここに入れつつ、はい、これが多分バッテリーですね。はい、 FZ100 ですね。今使っている α7M4 も同じく、FZ100 でっていうことですね。はい、ボディなんですけれども、こちらから出てきて、よいしょ、はい、こんな感じですね。はい、僕もね FX3 は持っていないものですから、初めてのこの FX 機っていう風になります。こんな感じですね。縦横、まず横は開けるとこれだけではないな、こんな感じか、これだけかな、こんな感じですかね。はい、 USB の HDMI の A とこう 3.5mm のジャックと USB-C と USB-C となんかマルチっていう風になってますけど、ちょっとここは分かんないですね。はい、こんな感じでございます。まあ大体の、まあこの α7M4 とかにもついているような機種で、あとはバリアングルってことですよね。はい、こんな感じかなと思っております。で、まあなので開封はこんな感じですね。なので多分ハンドヘルドセット、オーディオインターフェースを買った人も多分このサイズ、同じサイズでここにバーが入ってて、ここにオーディオインターフェースが入っているっていう立て付けなんでしょうね。非常にシンプルな作りになっているのではないでしょうかっていうところですね。はい、っていうところですね。なぜ僕が今回この FX30 を購入したかと言いますと、基本的な、メインのカメラは僕の場合はこちらです。 EOS の R3 でですね、タスカムの上にオーディオインターフェースつけて、こちら今日も収録しております MKH416 にて、収録していると。なのでこれの R3 と RF の 1435F4 でタスカムでオーディオインターフェースといいますかね、 XLR 端子から同じくっていう感じなんですけれども、で僕の場合は今までサブとか外に持ち出しますよとか、キャノンがね結局ここにマルチインターフェース集とかがついて、そして30分以上収録できて
で例えばこういった紙マイクみたいなのもついてっていう風な機種が実際ないわけですよね。この R3 しかない。そして R5C はあるんですけども、 R5C は今度は電源問題って言いますかね、バッテリーが、まあ、正味回して30分持つかどうかぐらいな LP6NH でねっていうところもありまして、現実的じゃないと。まあもちろん外部充電すればいいんですけれども、そうなった時に、まあ、R3 を毎回ねこの筐体で外ロケといいますか対談とかでわざわざこれを持っていくってなりますと、やっぱこの筐体ですと今ねカメラバッグとかも大変なんですよね。普通のカメラリュックにはこの筐体が入るチューンにほとんどなってなくて、なのでそういった意味でも α7-3 据え置きで、僕の 90% 以上の動画はここの画角でほとんど終わってますから、基本的には R3 1台あればね僕の YouTube は撮れてしまうと。ですが例えばちょっとこう西田塾とかで、いろんな解説をするときとかにこう動かしますよとか、どっか現場に行って対談を取りますよとかってなった時は30分以上取れて、こうやって手ぶれにも強くて、そしてまあ軽いって言いますかね、軽かったりとか、僕の中ではそのサブ機のような位置づけで今 α7M4 を使っていたんですよ。で大体はこの辺の紙マイクですね。僕の場合はこの紙マイクを2つB10 と E1M かな、まあこれをねつけて大体収録していたんですが、最近ではねちょっとやっぱり 4K30 回してると45分あたりからちょっと落ちることが増えてきちゃって、特に α7M4 を一回修理に入れて基板変えていただいたんですけども、そこからなおのことね熱に弱くなってきたなっていう感じなんですよ。しかもさらに言いますと、今は FE の PZ1635F4 を使っているんですが、軽量化っていうところも考えていくと外に持ち出す前提なのでね、そうなりますと僕実は今 α7M4 にもこちら、これ E の PZ1020 の F4、 この 170g のレンズをね APS-C モードで α7-4 も使っていたんですよね。それによって970g っていうところでのめちゃくちゃ激辛運用してたんですよ。これこの辺とくっつけると1キロ切る装備でね、手ブレ補正も強くてっていうことで最高っていう感じだったんですが、いかんせん せっかく 7K オーバーサンプリング 4K 撮れる α7-4 を、まあ、APS-C モードで使うっていうのもある意味もったいないはもったいないなっていう時に出てきた。そして熱とかで意外とシャットダウン落ちることが多いなっていう風になってきた時に発表されたカメラがこちら FX30 だったわけですよね。もう僕の中でドンピシャな機種でした。バッテリーを入れて、大体 α7M4 とほぼ同じ重さなんですよ。これ 650g ぐらいかな。でさらにと APS-C のフォーマットな上に、僕はもう基本的にはサブカメラですから、こちらの FX30 はねもうこのレンズで使うっていう風に決まってるんですよ。まあもちろん11の F1.8 とか E の11F1.8 とかもあるんですけども、まあ使わないですね。もうこれだけ。どんな暗かろうが何しようが、多少ノイズ乗ろうが何しようが、もう関係ない。この F4 同士で行くっていう風に決めておりまして、ここにね、ファンとかも入ってますから、多分ですが、α7M4 も明らかに長回しに関しては絶対強いはずですよね。単純にね、もちろん FX3 も落ちるとかっていう噂はありますけれども、とはいえ α7M4 よりかは熱には強いでしょうと。そう考えた時にさらに APS-C のサイズで、ファンがついてて筐体は FX3 とほぼ一緒なので、小さい APS-C センサーに筐体が大きいっていう風な比率になりますから、確実に熱対策もね明らかにこっちの方が強いんじゃないかっていう風に僕は踏んでいるわけですよ。なのでここで、まあ、もちろんねシャットアウトっていうか、熱で落ちちゃう可能性はもちろんあるとは思うんですが、とはいえ、まあ、今の α7M4 の環境よりかはグレードアップさせて、しかもサブ機でっていうところでやってみようっていう。そして大体の、まあ、外に持ち出すってなると、大体こう僕の場合リアルロケとかになりますから、こんな感じで、これ ECM B10 後ろから喋ることも多いんですよね。喋ることでこれ後ろからね、こっちの B1M よりも後ろからの声はよりこっちの方がより短い分だけ入りやすいので、こっちの方がいいと。でその上で E の PZ1020mmF4G ということで、めっちゃ小さいんですよね。これが FX 機ですからね、非常にこれは楽しみすぎる流れっていうところと、さらにこれでバッテリーを早速入れていきますと、こんな感じでございますね。はい、バッテリーの電源はこっちなんですね。こっちが電源っていうことですね。はい、入りました。はい、っていうところで、まず重さを測ってみましょうかね。重さを測ってみます。重さがこの僕の装備で、いやめちゃくちゃ軽いですよこれ。
899g なので、今のアルファ7マーク4よりも軽いかもしれない。確かアルファ7マーク4が 900g は超えていたんですよ。910とか20とかだったので、こちらの、FX30 と、このレンズですよね、 E の PZ1020 の F4G とこの ECM-B10 のコンビだと、今900ジャストぐらいか、900g ジャストって感じでですね。なので、いや相当いいんじゃないかと。あとはやっぱレックボタンとかもね、あのこっちもいけるし、ここもいけるし、ここもいけるし、でタリーランプも後ろついた、この後ろついたりとか前もついたりとか、バリアンにしてたらもちろんですが四角く囲まれる赤いバリアンもあったりっていうことで、いやちょっとねテンション上がりますね。あとは純粋にあの普通のソニーのカメラにもかっこいい、純粋に。あとはここの上がない分だけ、あのここのミラーの部分の軍艦部がない部分だけカメラの収まり、カメラバッグへの収まりも相当良さそうですよね、これ。まあ今からですね早速セッティングしてみて、もう散々このねアルファ7マーク4での収録状況はご覧いただいたので、ぜひとも今からセッティングをしまして、このアルファ7マーク4と同じような、同じチューンアップですよね。僕の場合は、クリエイティブルックを使いまして、クリエイティブルックのスタンダードをあの絶妙に調整してこの色味を作っておりますので、オートホワイトバランスもね調整しております。なのでオートホワイトバランスも同じく当て込み、クリエイティブルックも同じ数値を当て込みっていう形で今から差し替えてみて、どのぐらいの違いが出るかっていうところをやってみようかなと思いますので、早速ご覧ください。それでは、はい、こちらがね FX30 での収録っていう形になります。セッティングしまして、先ほどね収録していました α7 Mark IV と FE の PZ1635 の F4G で、今は FX30 と E の PZ1020 の F4 ってことで、あとは上にねソニーのオーディオインターフェースつけて、MKH416 で同じく全く同じ収録方法をしております。僕の場合はピクチャープロファイル使わず、クリエイティブルックのスタンダードを、カスタムチューンしてまして、絶妙にねこのフェードって言いますか、まあシャドウとねコントラストとかハイライトとかをねかなりチューンアップできますから、全くアルファ7マーク4と同じような、移植をしまして、オートホワイトバランスは雰囲気優先、アンバー1、マゼンタ1乗せております。今ねモニターで見ている限りですと、ほぼほぼアルファ7マーク4と遜色ないような色味雰囲気出ているのではないかなと思います。今回ね特筆すべきは、ソニーって結構安い機種になりますと、このモニターですね、ここのモニター部が結構良くないんですよね。それまあもちろんこれとか R3 で最新機種っていうかね、まあ高い機種なんでめちゃくちゃモニター綺麗なんですけれども、 EOS R とかもめっちゃ綺麗なんですよね。で今回この FX30 値段がまあ量販店価格といいますか、まあマップカメラとかで24万円台ですよね。まあぶっちゃけめちゃくちゃ安いんですよ。で今もねいろいろ確認して、やっぱファンとかも動いてくれてて、熱にも相当強いんじゃないかなっていう、あとバッテリーの持ちも、FX3 と比べても伸びてるみたいですよね。 FX3 が90分か95分だったのが FZ100 のバッテリーでね、今回は115分取れるってことで、やはりまあ2割ぐらい、1、2割ぐらいはロングライフバッテリーになっているっていうことのようなので、そういった意味でもね非常に良いのではと。あとはやはりこの僕もこのスタンダードローン、この FX30 を、まあ、リグとか組まずに使うわけですよね。まあ要はこの iPhone の延長線上って言ったら大げさですけれども、今はねソニーのこの上にオーディオインターフェースつけて XLR 端子からね収録はしておりますが、基本的にはほぼこの辺のマイクつけて、場合によってはもうねオーディオインターフェースつけなくてこのマイクだけで収録しても結構いい音出ますからね、この紙マイク自体がね、これで収録していけばいいのではないかっていうところで、あとはちょっとこの後ね絵を見てみて、この FX30 か絵を見てみて、まあ自分はいつもねこの EOS R3 の 6K オーバーサンプリング 4K で見ていると、でこっちは 7K オーバーサンプリング 4K ということで、やっぱり絵は綺麗ですよね。この絵は綺麗なんですが、こちらはまあ2000万画素っていうこともありますが、ちょっと何 K オーバーサンプリングっていうとか分かんないんですけども、まあ、APS-C で 4K30p で、420の 8bit で撮っております。こちらも 8bit ですし、いつもと同じ、これも、420の 8bit、 こちらもね IPB っていう風にしてますから、おそらくは420 8bit ぐらいの感じなんですが、まああんまり僕の場合ゴリゴリに色とかをね変えないので、
もうこのクリエイティブルック当てて以上で、あとはまあ一応プレミアプロでちょっと薄く当てたりはしているんですけれども、ぐらいなものですからほぼ関係ないというところでね。なので、まあ、なるべく軽いデータの方が良いのではないかっていう感じではあります。やはり新しいカメラっていう時点でテンションは上がりますし、何よりも先ほど申し上げました通り、これがなければ900g、これ付きで 900g だったので、 ECM-B10 かな、これが確か何 g だ、これが70何 g だったような気がするんですよね。 76g なので、本当単体だけで言うと、まあ、このマイクなしで言うと、820g ぐらいなわけですよね。めっちゃ軽いですよね。まあもちろんマイクはね、何らか、まあ、例えば、ロードのワイヤレス GO2 とかね、対談の時はそれつけますし、あと自分でね何か持ってやってみるっていう時にはそれこそこちらのね、あの紙マイク ECM-B10 とかがいいでしょうし、あとはアクティブ手ブレ補正ですね。いろんな方々の、まあ、使用を見てますと、使用しているYouTube 動画見てますと、これを持って歩いた際のアクティブ手ブレ補正も相当こちら優秀そうな感じなので、また別日にね、サブチャンあたりかな、こちら紙マイクつけて自撮りしながらと歩きっていう、いつもね検証する場所がありますので、そちらでちょっとやってみようかなと思っております。今日はね、申し訳ない、本当に天候がちょっと不順でして、本当私事で申し訳ないんですけれども、また後日歩き動画に関しては、FX30 の歩き動画またオリジナルで出そうと思っておりますので、そちらも合わせて楽しみにしていただけたらと思います。ぜひともコメントでね、こちら α7M4 とこの FX30 レンズももちろん違いますし、 APS-C とフルサイズではありますけれども違いですよね。実際に絵の違いとか、やっぱどっちがどうだよねとか、ボケ感に関してはそれはね F4 で APS-C の F4 なので、後ろがね相当近づけばボケるでしょうが、ね、結構まあボケないよねっていう風にはなるとは思うんですけども、あんまり僕気にしていないので、むしろこの APS-C のフォーマットになったおかげで、これ結構寄れるんですよね。このレンズのねマクロ機能が強くなるので、接写機能が 増してるんですよ。なのでこっちの FE の PZ1635 よりも、これ僕の場合1カメでこうやって商品紹介するので、むしろ寄れるっていうメリットが、マクロ機能がねちょっと最大撮影倍率強いんですよね。これも結構僕の中ではメリットで、実はもうすでに α7M4 でもこちらの E の PZ1020F4G を使っていたっていう次第もありましてね。なのでこの辺の、まあ、フォーカス精度とブリージングも今見る限りとね、このレンズかなりブリージングいいんですよね。なのでブリージング補正も入れてないです。もうほとんど大丈夫じゃないでしょうか。今画面見てる限りだと、ね、こうグワングワン前に迫ってくる様子もないですし、あとは APS-C の F4 なんでね、そんなにボケないっていうところもあって、そこまでブリージング気にする必要もないのかなっていうね。まあフルサイズで F2 とかね F1.8 とかやるとね、もうここでグワンっていうね、ものによっては FE の 20mm とかね、 FE の 20mm、 F1.8 とかはすごいブリージングですから。なのでまあそれはしょうがないとしても、なのでぜひともコメント欄にて絵の違いとか、あとは音声もね、またちょっとこの FX シリーズと、また α7M4 とのこのねカメラの中のコンデンサーというところも違うでしょうから、全く同じ環境下で、マイク収録してますが、その辺もちょっと僕もね、ちょっと検討、今からね、見てみて楽しみですね。非常にこちらの FX30 のクオリティというところも改めて、今から見てみようかなと思っております。皆様の参考になりましたら幸いです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。はい、最後なんですけれどもね、両方見比べてみました。まあ基本的に解像感っていうところは、まずねこの α7M4 に関してはこれ美肌モードローっていうのをちょっと入れてる関係もありまして、ちょっとねこの肌の質感といいますか、むしろFX30 の美肌モードみたいなのが入っていないので、むしろこの解像感とかシャープ感みたいなところはむしろね FX30 の方が強く感じたのではないでしょうか。なのでこっちはねもうごめんなさい、美肌モードっていうのが入ってるので、逆に言うと解像感とかこのカリッとしてる感じは、パキッとしてる感じは FX30 の方が良いのではと。あとこちらはフルサイズ、そしてFX30 は APS-C ってこともありまして、クリエイティブルックのねスタンダードのシャープネスの部分をもうちょっとだけマイナス1か2ぐらい落としてもいいのかなっていうね、まあ細かなセッティングなんですけれども、 APS-C の分だけねやはりシャープかけすぎるとねバキッと出やすいと思うので、そこの調整をちょっとしてみようかなと思ったのが一つ。
絵の出方、色の出方に関してはそのクリエイティブルックをね全く同じ数値当て込んで、ホワイトバランスもオートホワイトバランスの雰囲気優先でアンバーとかね、マゼンタとかもちょっと調整しているんですけども、追い込んでも若干こっちの、こちらのねアルファ7マーク4の方が若干黄色みが強いのかなと、アンバー、まあオレンジ寄りで、そうですね、まあちょっと赤みが足りないかな、アンバー、まあグリーンとまでは言いませんけども、まあ、若干黄色みだけかな、そっちが強いのかなというふうには思いました。ですがもうここに関してはね誤差なので、これが例えばですが R3 に差し替わったとしても、まあぶっちゃけなんですけど色は変わりますよ、雰囲気質感変わります。でなぜならこっちも、もうちょいですか、美肌モードみたいなのありませんしね。なのでこの解像感とかそこの微妙な差でね、多少のその色温度の違いっていうのはしょうがないのかなと思って、それを一回置いといて、純粋にこの FX30 が APS-C 機だから、純粋に悪いかというと全然絵としては全然 OK だったかなと思います、僕の中でね。でさらに言うとこれってもちろんですがフルサイズ用のレンズもついたりしますから、そういった意味で例えばですがこの FX30 に、例えば FE の、1635 の F4G PZ のっていうねフルサイズ用のレンズをつけたり、場合によっては単焦点とかもっとクオリティの高いレンズをつけたりすると解像感とかグラデーションの描写性とか上がっていくのは当然、何よりもこの E の PZ こちらですよね、こちらこのレンズ、このレンズでこの小さな 170g のレンズで、何よりもそのこれ先ほどぐらいのクオリティが出ていたっていうところですよね。これが僕の中では勝ち筋といいますか、クオリティ上げたければね、それこそこれとか R3 とかで、変な話ですけども、その、まあ、RF の 50mm F1.2 とかの単玉使ったりとかね、あの第三元のズームレンズとか使えば、まあ大体綺麗ですよ、めちゃくちゃ綺麗、やっぱレンズに準拠しよりますからね。ですがまあ、この今後ね、歩き動画とかアクティブ手ブレ補正の聞き方とかもやろうとは思っておりますが、ここまでのクオリティが出て、でこれご覧いただきたいんですけども、こちら、写真今も、継続中なんですけども、今も長回し中でございます。こういった感じでね、ここ赤いランプついてでしょ、長回し中で今がですね、もう間もなく4時間、あのこの収録が先ほど終わって今編集をしてて、そしてさらにずっと回しているんですけども、もう間もなく4時間回ってます。で、例えばですがこの裏のここですね、ここの部分の熱とかなんですけども、ここに関しても全然熱くないですね。当たり前ですがファンが回って、ファンはねふわーってやっぱなんかめちゃくちゃ大きい音もしないです。ただ熱いのは出てきてるなという感じはするんですが、ファンがついてて α7 マーク4と、ほぼ同じ重さっていうね、 650g ぐらいかな、これはやっぱりすごいなっていうのと、やっぱこう筐体を見れば見るほどね純粋にかっこいいなっていうのがあります。とにかく 4K30APS-C とはいえ、もうこのね R3 とかもそうなんですけど、これももう無尽蔵に6時間がね、あの回せるマックスの時間なんですけども、おそらく FX3 もこのまま今から寝ますと、寝て朝起きてもカードが持つ限り、あとね13時間、512GB の SD カード入れてるので13時間回るんですけれども、あとバッテリーはねもう電源から供給しておりますので、AC からね、USB-C ケーブルで入れてますので、まあ無尽蔵にずっと給電されるっていうシステムであれば、おそらくこれ、512GB がマックスまで、取れるんだろうなっていう雰囲気はしてます。今ちょうど4時間を回りましたので、いや本当にすごいかなと思います。こちらの、この安定性ですね、まさに僕はクオリティとかもあるんですけれども、もうまさにこれを一番求めていたっていう、例えばライブ配信してる時に FX30 でライブ配信用のカメラとして使っている時にも、もちろんシャットダウンしないと。α7 マーク4はね、使ってるとね、最近ここ2連続でライブ配信でね、45分50分程度落ちてたんですよね。アイドリングさせてるだけで。で、もちろん上のね、オーディオインターフェースをつけていたっていうのも、多少ね、この熱のを使う要素にはなってたかもしれませんが、まあ、どの機種でもこれだって、タスカムに電源供給してますし、なので、これとかももう一回も落ちたことないですからね、ライブ配信しようが、収録しようがっていう、そういった意味ではね、やはりちょっと僕の用途としては、α7 マーク4は、安定性、やっぱ長尺、せめて1時間ぐらい回してる時に、ちゃんと収録できる 4K30p を収録できるカメラかどうかっていう、ここの要素が非常に僕の中ではこのサブ機と呼ばれるところに求めるジャンルでしたので、まさに FX30 は現状まだもう4時間1分回ってますが、ドンピシャの機種かなと思っております。引き続きね、僕の場合ジンバルを乗っけずに
まあ、こういった形で持って、普通にね歩き動画っていうところもまた後日配信しようと思いますので、場合によってはね撮れ高がかなり良ければこちらのメインチャンネルで出してもいいかなと思いますし、まあ、僕はソニーのね機種をあんまり、皆様にねあのレビューしてもそんなに再生は伸びないので、もしかしたらサブチャン案件かなかもしれませんし、もしかしてこの FX30 のねこちらの動画が皆様に結構見ていただけてたらもう一回 FX30 の、ね、細かなところも、皆様にお届けしようかなと思っておりますのでね、まあ僕の場合はそういったシネマティック動画的なのを撮るのではなく、ただ単に、おっさんが喋ってる方式でありますのでね、そういった意味ではまあちょっと FX30 の使い方としては皆様の用途に合ってるかどうかはっていうところですが、とにかく抜群に安定しているなっていうところと、小型でねハンドリングよく、これから僕の外に持ち出す上でまあ、FX30 とりあえず持っていっとくかと。で、レンズは E の 10-20mm っていうね、このコンビが鉄板になるのかなと思ってます。またね、ソニーがまたいい感じのレンズをね、小型でいい感じのレンズを出してきてくれたらね、また、新たにね、FX30 用にとか思いますけれども、まあ、現状はこの1本だけで行く予定でございます。というところで、参考になりましたら幸いです。それでは失礼いたします。西田あたるでした。